皆さんこんにちは、せいかです。今日はキャンメイク縛りでナチュラルオレンジメイクをしていこうかなと思います。優秀なねアイテムたくさん出てくるので楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。それではスタートです。まず最初はベース作りです。マーメイドスキンジェル UV 白肌演出タイプを使っていきます。ムラになりやすいので、全体的にねこう広げるような感じで塗ってあげた方が馴染むんじゃないかなというふうに思います。で UV 効果もねしっかり入っているので、これからの時期ね安心して使えると思います。でスポンジを使って均一に馴染ませていきます。結構トーンアップしますよね。はい、次はコンシーラーです。カラーミクシングコンシーラー03番を使っていきます。でオレンジの色味を使ってクマ隠しをしていきます。オレンジで隠すといいって書いてあったんですけど、確かにクマめちゃくちゃ消えるなっていう風に思いました。テクスチャーも柔らかいので私の大好きな肌なじみをしてくれるので、コンシーラーこれはリピ買いだなっていう風に思いました。はい、次はこの吹き出物を消していきたいと思います。一番明るい色を使っていきます。でこのコンシーラーにはチップが付属されているんですけど、ヘッドがスポンジとハケ、この2つ付いているので、ニキビとか吹き出物にはこのスポンジタイプをね使ってあげた方が綺麗にね隠せたなっていう風に思いました。でちょっとね自粛期間中に暴飲暴食をしてしまったので吹き出物できてしまいましたね。ツケが回ってきました。しょうがないですね。でも綺麗にね隠れたんじゃないかなと思います。はい、次はお粉ですね。マシュマロフィニッシュパウダーマットベージュオークルを使っていきます。私マシュマロフィニッシュパウダーも結構愛用していて、お粉自体がとっても細かいしベタベタしないので使いやすいんですよね。お気に入りです。次は眉毛を描いていきます。ナチュラルシフォンアイブロウ01番を使っていきます。で2色入っているんですけど、濃い方を眉毛に使っていきます。でこれもチップが付属されているので、私的にスポンジのヘッドで眉毛を描いてあげた方が密着力あるし、綺麗にね眉毛の形を整えて描くことができるんじゃないかなっていう風に思いました。で色味も絶妙で強すぎず柔らかすぎない感じで、この色味もお気に入りになりました。はい、次はノーズシャドウです。でこっちの明るい色を今度はそのブラシタイプのヘッドを使ってノーズシャドウを描いていきます。やっぱりねノーズシャドウを入れてあげることで顔のね立体感が違ってくるので、私はもう欠かさず入れるようにしています。で手でねなじませてあげた方がうまくノーズシャドウ作れるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、次はチークですね。はい、イワチークオンリーティント02番を使っていきます。でとっても可愛いみずみずしいオレンジなカラーをしています。でスティックタイプでこうポンポンポンって肌にねなじませてあげて、この肌の体温で自分の色に変わるチークだそうです。とっても面白いなっていう風に思いました。で若干浮いてしまうのでスポンジでねこうなじませてあげた方が、バランス取れるんじゃないかなと思います。次はリップを塗っていきます。メルティールミナスルージュ04番です。でこのねカラーとっても可愛くって絶妙な使いやすいねテラコッタカラーなので、まだねテラコッタカラー挑戦したことないよっていう方はぜひねこのキャンメイクのリップ使ってみてほしいなっていう風に思いました。テクスチャーも柔らかいので乾燥する心配は全くないなっていう風に思いました。はい、こんな感じです。で次はアイシャドウに行きたいと思います。パウダーチークス25番です。でこれねチークなんですけど、キャンメイクのアイシャドウを見た時にオレンジカラーがなくって、今回はねちょっとチークで代用させてもらうんですけど、一応フェイスカラーって書いてあったのでアイシャドウに使っても大丈夫なんじゃないかなっていう風に思います。結構ね発色がいいわけではなくって薄付きなので
カラーメイクをするときにはね、バランス取りやすいなと思うので、ちょっとずつちょっとずつね足していけたらなというふうに思います。で、細いね筆を使ってこの目の下をね囲んでいきます。で、太く引くっていうよりかは、まあ細めにね際に沿ってアイシャドウを入れてあげます。はい、こんな感じで入れてあげたら、次はこのジュエリーシャドウベール01番を使ってちょっとねキラッとツヤッとさせていけたらなっていう風に思います。で、これね小粒と大粒があるんですけど、今回はこの大粒を使っていきます。で、黒目のこの上部分にポンって乗せてあげて、なじませてあげるように塗ってあげます。全体的にねラメを塗るんじゃなくって、こうポイントで置いてあげた方が目のね立体感が増すんじゃないかなと思ったので、最近はこうやってねスポットで置くようにしてあげます。で、同じように目の下にもスポットでラメを置いてあげます。で、こうやってチョンって乗せてあげて、まあ筆でねなじませてあげましょう。この方がねなんかギラギラ感、まあ強すぎないのでいいなというふうに思います。で、次はビューラーでまつげを上げていきます。ちょっとねビューラーはキャンメイクのものではないんですけど申し訳ないです。で、やっぱりねカラーメイクをしてあげるとどうしても目がね腫れぼったく見えてしまうので、今回はまつげをねしっかり上げていきます。はい、マスカラです。クイックラッシュカーラー BR を使っていきます。まあブラウンですね。このマスカラ、下地マスカラとマスカラがね1本で補えるということで、めちゃくちゃ優秀だし時短になるなっていう風に思いました。で、コームなんですけど、とってもね細いのでまつげをねこう綺麗に長く伸ばしてくれるので、これもマスカラ部門では久々にヒットアイテムだなっていう風に思いました。色味も使いやすいねブラウンなので、誰でも似合う色なんじゃないかなっていう風に思いました。で、結構まつげ上がるんですよね。で、今回は下まつげも塗っていきます。ちょっとね夏のひまわりみたいな感じでクリッとバサッとしたねまつげを作っていきます。やっぱり下まつげを塗るとねいつもとちょっと違った雰囲気になるので、久々に塗ると気分上がりますね。はい、こんな感じです。で、次はインライナーを引いていきます。クリーミータッチライナー02番です。これもブラウンです。で、まつげ、まあ、マスカラとこのインラインをね色を揃えてあげた方が、統一感が出るんじゃないかなっていう風に思います。で、このアイライナーペン先がとっても細くてクリームタイプなので、スルスルねインラインを描くことができて、とってもね引きやすかったです。で、しかもねパンダ目にもねならないので、これもヒットアイテムですね。本当にキャンメイクは優秀だなって改めて思いました。やっぱりインラインを引くとちょっと目力上がりますよね。次はハイライトを入れていきます。クリームハイライター03番です。やっぱりねクリームタイプの方が私は好きですね。肌に馴染むし、なんか輝きが強いなっていう風に思います。で、このね値段でツヤ肌、綺麗なね上品なツヤ肌を作れるのは、これもリピ買いですね。はい。で、鼻先にも乗せてあげるとちょっとね鼻が細く見えるのでおすすめです。で、顎にも乗せてあげましょう。で、これでね完成かな。まあ、全体的にバランスを見て、はい、こんな感じで完成です。
い、こんな感じでね、キャンメイク縛りの夏のオレンジメイクしてみました。あのオレンジを使っているけど、オレンジの主張がね強すぎないので、挑戦しやすいんじゃないかなと思います。今年はね、可愛いオレンジとっても流行ってくるので、ぜひね参考にしていただけたら嬉しいなと思います。またこういう縛りメイクやってほしいっていうリクエストがあったら、コメントしていただけたら嬉しいなと思います。いつも皆さんありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。